名古屋市立新保中学校は愛知県名古屋市畜作北畜作一丁目にある公立中学校。公名は超進歩なる人物の名前に由来する。第二次世界大戦後の学生改革の時期に創立された中学校であり、1947年4月に名古屋市立高研小学校を本部として仮設置された。翌年9月17日には、 愛知県立工業専門学校を仮校舎とし、高見小学校の教室借用を終了した。当時の通学区域は、本部が置かれた高見小学校区をはじめとして、上野小学校、山和小学校及び内山小学校区を含んでいた。内山小学校区は1949年度をもって名古屋市立今池中学校区に編入されている。 新歩中学校としての独立校舎を持ったのは1951年に至ってのことであった。以降、校地の移動はない。1961年には生徒数増加により文校が設置され、翌年名古屋市立若水中学校として分離独立している。この際に学区の一部を名古屋市立畜佐台中学校に分離している。 1978年度、新保地域スポーツセンターが開設され、1980年度には、運動場に照明設備が整備されている。公式サイトによると、生徒数の変遷は、以下の通りである。所管する名古屋市教育委員会は、2018年9月1日現在、名古屋市立山和小学校区及び、名古屋市立上野小学校区を、通学区域として指定している。 ありがとうございます。